結果は重要なのではない、結果が全てなのだ。どうも、アーセン・ベゲルですということで、はい、ST ゲームスタジオでございます。イエー、はい、ということで、今日は、はい、久々にウェファチャンピオンズリーグをやってみましょう。いや、待ってましたということで、前回2戦やりました、うん、やったね。今日は3戦目ということでやっていこうじゃないかと。はい、ウィーレやりましょうよ。やろう。はい、はい、今日の対戦相手はポルト対リバプール。よっ、一番気になる。いや、どっちが勝つか微妙なところ。一番気になる試合です。どっちも勝ちそうなんだよな、実際。じゃあ絶対にリバプールですが、うん、また今日も、僕がポルトを使って俺がリバプールを使います。なので勝敗は分かりません。でも言うてあんまないんだよね、戦力差はね。うん、そうね、星4あるんですね。うん、じゃあもう変えちゃいましょう、ここ、うん、さあ、はい、ということで、ポルトって誰がいるんかっていうとこなんですけど、カシージャス。え、カシージャスいんの？あ、カシージャスいな。ポルトはいんのか。え、全然大好きじゃないけど全然大好きじゃないけど。いや、リアルいたけどね、カシージャス。いや、でも一応僕はね、そうです、キーパーやってたんで。まあ、誰しもが通る道じゃないんでしょうか、キーパーといえば。カシージャスだもん、めっちゃ有名だもんね。うん、なんか俺知らなかったんですよ、サッカー部の時、うん、サッカーやり始めの時は全然興味なかったんで、うん、だったんですけど、やっぱカシージャスって名前だけは知ってるぐらいやっぱ有名でしたからね。有名だね、すっごい有名だった。さあ、そんな選手がいるポルト。いやー、なんつったってリバプールはね、サラーがいるからね。あ、そう、今ケインと並んでもゴールランキング争ってるサラーがいますから す,、ね、すごいんですよ、今年は。本当にバンバン取ってる、バンバン本当取ってるゴールを。なるほどなるほど。エジプト代表でもすごいね。あ、まあね、僕もあのエジプト代表ですけど。ああ、エジプト出身だもんね、君ね。違うわ。あ、違うの。ちゃんと俺日本やわ。あれ、違ったっけ、出身だったっけ君エジプト。住んでただけやわ。ああ、まあまあまあ、そんな茶番を置いといてやりましょう。はい、絶対に負けられない戦いがあるんです。ああ、もう飽きてきたな、それ。どうも、ジョンです。カビラ言え。ジョンの方です。カビラを言え。さあ、新しい幕開けだあれ、ちょっと変わってきた。皆さん、こっから本日のマッチはウェファチャンピオン、いろいろな歴史が変わるんです。ジュゼッペ・メアッツァよりお届けしてまいります。解説、北澤さん。やばいね、同じ実況解説のりが楽しみだこれ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ポルトとしてはですね、うん、やっぱりこのフィジカル面ではエキビションあるので、エキビションマッチです。ボールを回しながら、相手の隙をつきたい。選手はいらっしゃいますか。カシージャスですかね。はい、カシージャス、やっぱね、セーブを連発するスーパーキーパーですね。はい、素晴らしいです。あと、これはいきなり、はい、サラ、いきなりか。はい、そこを遅らせたい。あー、素晴らしい。あー、もうなってきそうです。アレックス・テリス。さあ、今の守備ですよね、やっぱりここで、はい、やっぱり日本と、あ、日本じゃねえ日本の日本代表試合みたいな。日本ってなんで、ここでポルトとしてはやっぱり、シュートを打たせないということが大前提、まずそこが始まりだと思うんですね。やっぱりファーストシュートを取られてしまうと、はい、相手に流れがいってしまうという、前半だと思いますので、ここはしっかりとこう守備をしていくという、ことがまず大前提。マイボーにしていく。そう、カシージャス、ポゼッションはもういいと、ワンチャンスを狙っていこう。カウンター狙いね、感じの試合運びになるんじゃないでしょうか。裏警戒しよう。裏、あ、ほらほら、そこ、いや、来ると思ったわ。あ、来ると思ったけど、さあ、中に防げられ、あげるのか、はい、いや、これはちょっと一歩遅れた。ペレイラ、非常に攻撃に参加することが多い選手です。取れない、素晴らしいディフェンス。やっぱりこういうところで、ポルトとしてはやっぱりリズムを掴んでいきたい、うん、前半でございます。はい、逆にやっぱりリバプールとしてはもっと早めにね、シュートを仕掛けていきたい、そんな前半じゃないでしょうか。試合は様子を見ている感じですね。シュート打ちて早く、あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。そうですね、うん、やっぱそうですよね、積極的に前に行く感じではないと北澤さんもね、おっしゃるんですか。とこれは繋がりません。いいですね、これ前からかけていったらいいですね。あー、くそ、これどんどん前に行きたいですね。素晴らしい、相手にまずシュートモーションに入らせない、ここを大前提。これを
あーもうここですね、ここ行きたいですね、ここで行きたいですね。こういうパスミスが良くないんだ。あーちょ、ノーファール、ノーファール、ノーファール今。さあ、リバプールとしてはどうしたいですか。そうですね、まずはもうサラーに集めてサラーのスピードでも抜き去っていきたいと。うん、うん、それでもうサラーでドバーン決めて、やっぱりキープレーはもうサラーです。サラーですね、速さで勝負した。おーっとー、すごいショート。いやー、世界レベルだ。いい、あー世界レベル、あー世界レベルだ。はい、津波さんだね、津波さん、このファーストハーフ、津波さん、だいたい世界レベルというんで。アウトまで来た。あ、おっと、これは前線に入れます。やばいやばい、なんかもうテクニックすごいな、ポルト。テクニックはもう、これも、これもすごい、はい、チャンスにならない。大きく立て、あーもうなんかくっそ、あーやばい、もうあーか、あげー、おっと、これはあぶねー。結構リズムが出てきたと思うんですよね、ポルト。素晴らしいですよね。やばい、全然ダメだ、ボール前で。あ、いいよ。あ、もう生まれた。やべ、ちょっと下手だな、下手すぎる。いいよ、ポルト、もっと仕掛けていいと思いますね、うん、これね。いいよ、一つの、あ、ファール、ファール、ファール。これまあ起点になってますから、ファールやろ。これ1点取ったらね、あとカシーレスが守るだけなんでね。行きたいですね。カシージャスがいるのか。さあ、ここもパスを回して裏に1本出したいですね。はい、中にもう1枚いる。あ、やばいやばい、シュート狙うか。オッケー、よく止めた。ここでオッケー、いや、いたろ、いたろ、いたろ。はい、さあ前半が終わりました、うん、なかなかポルトが攻めるという展開になりましたが、どうですか。予想と反してちょっとポルトが防戦一方というか、うん、全く攻められなかったなっていう印象です。そうですね、やっぱり意外とこの守備が硬いっていうのが、印象じゃないでしょうか。やっぱりカシージャスを中心に、やっぱディフェンスが素晴らしい連携してるんじゃないですかね。あ、違う違う、あれが下手なだけ。守備じゃない、これが下手なだけ。これやっぱりあの後半の1点、これがもう鍵になってきますよね。いや、これマジで1点勝負じゃない。さあ、なんならもう1点を入れてしまえばもうそこからなだれ込み式になってしまうんではないかというその後半ですが、ペナルティエリアに入れたくない。テクニックはあるとここはすぐ奪い返します。さあ、ヘンダーソン、これも裏1本出していきたいところですが、ここはカット。やはり落ち着いてますよね。ポルトとしては格上とやってるっていう感覚はもうないと思いますね。あとはもう自分自身の、まあ、自信を持ってこの、そうですね、ここを攻めたいですね。あーっと、はい、いいよ、スペースで出す。ワイナルダムからゴールに、はい、で出して、はい、まうわー。さあ、ここはポルトボール、これ逆さえ蹴りたいですね。サイドチェンジ、ここはあれ、はい、ミス。いいよ、いいミス、いいミス。まあ、こういうミスが、うん、1点につながるケースが多いんでね、ちょっとここのケアを、強くしつつ、守備していきたいですね、これね。ラナナからクライン。あれマジで何やってんだろう。おっと、これ抜け出した。オフサイじゃないの。抜け出したが、オフサイでしょ。アブバカルが、アブバカルやっぱりスピードがないんでね、ちょっと捕まるケースが多いんですが、おい、強えんだけど。ピッサイド、ナナミさん、ナナミさん、はい、ナナミさんです。いやちょっとね、リバプール弱いっすよね。うるせえ、うるせえ。サラーいるって感じですね。ちょ、サラーが調子悪いですよね。繋がります、サイドのスペースを使います。お、いいですね。あ、ちょっと待って、それはまずいパターン。オッケー、いいよ、おい、いいよ。リバプール危ないところでしたが、助けられてんな、キーパーにさっきから。マジでビッグセーブ連発やな。ダニーロ・ペレイラ。あ、リバプールのキーパーは誰ですか。ね、忘れた。ここもピンチになる。浮かしてた、ポルトゴール。ゴールゴールゴール。いや、もう決めてきた。ここリプレイしていきましょう。
ようやくですね、ここのパスで決まりましたね。その1個前のパスでももう決まってるような気がしますが、素晴らしいゴール、落ち着いてこのループシュート。俺シュート打ったっけな、このパス。これね、一歩ね、キーパー遅れちゃうんですよね。さあ、この1点を守っていきたいポルト。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。試合の状況がガラッと変わりましたね。はっ、全然わかんねんけど。さあ、ベレイラ。くっそ。ベレイラから、どうですか。アルバルカル。ここも空いてくる。ここも同じようなゴールで2点目を獲得。素晴らしいゴールですよね。いや、今見てたんですが、やっぱり同じ形でやられてますよね。さあ、もう一度見ていきましょう。やっぱりあのディフェンスライン、ここでねずれちゃうんですよね。ここを狙われる。素晴らしいシュートですよね。ポルトが乗ってきている。もう1点取って、もう突き放して完璧な試合にしていきたいところ。続けですからね、乗ってきていると言えるんじゃないでしょうかね。やっぱりそうですね、リバプールが弱いというよりかはもうノリ君が強すぎたのか、やっぱそういうところもあるんでしょうね。最近ちょっとウィールをまたやり始めてからちょっと強くなってきますね。違う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 、ポルトが強いだけ。君じゃない、ポルトが強い、ポルトが強いだけ。取っていくぞ。あ、ちょっともう全然取れ。あー、もうこれはオフサイド。いいよいいよ、来ない来ない、防いでいこう。とりあえずカウンターで一発決めたいな。もう83分だ。ここも決めていきたいところ。はい。さあ、まだポルトボールサイドに受け流して、ここはここはチャンスになる。ならな、ムハンマド・サラ。もうサラ、もう行こう行こう行こう、サラ行こう行こう。サラが一人で一人でエジプトを背負いながらドリブルをしていくが、ここはポルトに抑えられる。すぐ取られるの。これちょっとポルト素晴らしいですね。いけいけいけ、ここも同じ形で。いや、もうさすがにそれはもう読めてましたよ。さすがに読めてました。試合終了ということで、まさかの2対0、ポルトが勝ち。ポルト強かったな。ポルト素晴らしかったですね。やっぱり同じ形での失点が多かったので、まあどっちかというとまあ恭平さんが悪いのかなっていう感じが、ありましたが、これが現実で起こったらミラクルじゃないですか。いや、なかなかの下克上だと思うけどね。いや、でも、まあ、でもポルト自体強いね。まずそんなにないかな、戦力差。わかんない、ね、ここはまだ全然戦力差ないと思います、うん、ということで、まあ2対0ということでね、うん、また次回もお楽しみに、はい、してください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。次回またお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。